私たちは、はい、in 宮古島。ブー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 。もう本当にいろいろあって、足パンパン。大変だったんです、正直。本当に大変。正直やばい。正直やばい、本当に。今どっちが話すか。そうそうそう、見てた音が。そう、一応あんたのチャンネルやけど私待ったけど、私喋ろうかじゃ、うん、まず、沖縄コレクションお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました、ね、はい、昨日沖縄コレクションで、ね、はい、歩いたよっていう、はい、やっぱり6月ですと、はい、やっぱ6月はうちらの沖縄の時期ですので、毎年来てますからね、3年連続。そう、じゃあもうそのまま宮古島行っちゃおうかってなまりながら言いました。で、今日、明日、明後日、2泊3日で撮ってたんですけど、はい、昨日がね、沖縄100年に一度の大雨という、うん、私たちがいるのにもかかわらず、はい、大雨でして、うん、奇跡的に私たちが外出る時はもう晴れ、晴れてたんですね、はい、晴れてたんです。沖縄コレクションの時も晴れてましたね。晴れてました、やっぱりさすがでした。さすがでした。で、うん、今日もね、晴れてたの、うん、で、宮古はもう全部晴れの予定だったんだけど、うん、那覇から宮古に行く時に待ってましたよね、うん、飛行機を。あ、もうすぐやねみたいな、うん、結構早起きで頑張ったんです、うん、早起きで頑張りましたね。2泊3日しかないから、うん、もう10時半の飛行機に乗って50分ぐらいで着くから11時半に着いても1日遊ぼうっていうスケジューリングだったんですけど、うん、まさかの結構、はい、大ピンチ、うん、あれれーと思ってもう本当に神にすがる思いで、うん、お願いしますお願いしますって言いながらカウンターに行って手続きしたら、うん、今日の14時から乗れますと、うん、はい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 、もう今日中に行けるですやん、うんうん、で、まあ15時ぐらいに、まあ、着く、うん、着くんじゃんみたいな、うん、言ってましたら、うん、それもまた飛行機の到着が50分ぐらい遅れて、うん、まあ、仕方ないですけど、うんうん、天候の問題ですので、うん、今の時刻が16時46分、うん、あらびっくり、あらびっくり、もう全然空港でトータルマジ5時間ぐらい、え、マジで5時間、5、6時間待ったよね。え、海外かなみたいな、え、本当に、うん、だから今海外に着いた、うん、やっと着いた気分、マジハワイかなっていう。昨日もあんまり寝てなかったから、うん、もうお互い超眠たくて、うん、でもほんとほぼ喋ってないよね。ほぼ喋ってない、ほぼ喋ってないし、なんか雨だしお互い機嫌悪い、うん、なんか笑顔とか見せてない。笑顔とかも見せてないし、マジで見せてない、微笑見せたくなかった。え、なんか微笑みとかもなかった、うん、なかった。喧嘩ありつつ涙ありつつって感じだったよね。そう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 、ちょっと泣いたしね。まあ全部そうだけど、やっと、うん、やっと着いて晴れ、最高、ありがとねって感じ。本当にでもちょっと2泊3日なのが罠なんだよ。え、そう、3泊にしとけばよかったね。まあ今日も本当は11時とかに着く予定だったから、うん、もう1日今このままねビーチ行って遊んでとか、もう今日ももう観光っていうか1日ゆっくりできる予定だったんだけど、まさかのね、潰れたわけじゃん、うん、今日がね。だから明日だけしかないの、1日遊んでんの。しかも明日の飛行機も14時とかだから、うん、明後日、あ、明後日、うん、そう、明後日の飛行機も14時とかだから、チェックアウトしてそのままで、ね、うん、もう何もできないわけじゃん。明日だけフリータイム。え、マジでちょっとやばいよ、ね、もう一回来る、うん、ちょっと思うね。でも、結婚ってなった時に、うん、私は一番ビラが心配になりました、はい、もうやっぱり私たちといえば高級ビラ。最悪な、最悪な印象。案件ください、案件ください、本当に高級ビラ大好き。嫌いな人いないから。で、本当に金額言えないほどのマジで高級ビラをね、取らせていただいて、うん、しかもご飯も夜ご飯毎日ついてるからね。そう、朝ご飯もついてる、ついてる。だからまあそれは高いよねって、うん、温水だしプール、そう、まあ向こう側からしたらさ知りませんって話や、うん、でもよかったね本当に。いや、マジでよかった今日来れて。だって本当に今日のこの沖縄のために今まで頑張ってきたから、はい、本当にそう、本当にちょっと結婚って言った瞬間、うん、マジで火花散ってる、うん、結構マジで、え、結構パチってなってるね。え、そうそう。てかね、うち思ったんだけど、昨日沖縄コレクションでさ、うん、いろんな人と喋ってさ、うん、みんな熱い熱い言うのね、うん、私そんな熱いと思わなかったの。マジで？え、熱かった？なんかちょっと気持ち悪いくなかった？確かに雨は降ってたから、うん、ジメッとはしてたんだけど、うん、なんかもう本当に口を開けば熱い熱い言ってたの。ちょっと待ってって、うん、これでみたいな、うん、そんなん言って、私が結構今まで一番熱い、うん、やばいなと思ったのがバリかな。あー、バリね、やばいね、バリやばかったかな。うん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 、言おうとしたやもん。そうけど、やっぱさ、ワールドクラスのさ暑さを体験してるわけだから。やめて、その私は世界だからみたいな。そう、ほぼかもしれない。昨日私的には気持ちよかった方なんだけど。マジ、うん、口には出さないけど暑いとは思ってたぐらい、まあね、口だって出ない程度かって、うちのワールドからすると、ね、うん、ワールド基準にしちゃうと。あ、なるほど、うん、みんな大丈夫かな、うっとうしいと思ってないから。
死ねって思われてるよね。どう閉じてんじゃない。耐えきれなくなっちゃって、もううちらの生きり方に大いにある。ねえ、トーマラ最近の口癖キモいんだけど。何がなんかさっきもさ、飛行機の中でなんか普段使いでその言葉使った人いないんだけどみたいな言葉使いしてたんだよ。結構ね、使いがちやん。 なんで最近学んだとか、なんか普通に使いたくなっちゃった。これなんかポロッと出る。だるいって生きりすぎだって。喉痛いんだよね、シミ。え、おやん、ありがとう。めっちゃさ、優秀な助手席だね。え、そうだね。うん、だってそれを向いて渡してくれるって、うん、結構常識やと思ってた。全然可愛くないね。確かに今のってさ、なんで返すのが正解。男、男こんなこと言わないでしょ。言う人いいんじゃん、たまに。めっちゃ気遣えるねみたいな。気遣えるねみたいに言われたの。でも結構とぼけちゃうの。あ、そう。とぼけがち。思ってても。なんで返すかな。あれだった、そうやってふざけちゃうかも。ふざけるよね、やっぱ、あ、じゃあ正解じゃん。モテる女だったらなんで返すの。もう分かんない、どっちも。どっちもモテないから別に。袋に聞いとこう。確かに。でも当たり前だと思ってたら絶対違うじゃん。うん、絶対違う。それはぶりっ子でも、うん、なんて言うんだろうな。考えてみよう、モテる女が言いそうなこと。ねねえくんの隣だからだよとか。それやりすぎだって。やりすぎ。さすがに雨向いただけでそれはやりすぎでしょ。カズマくんだからだよ。まさかのカズマ。誰だよ。わかんないけど。え、それやりすぎ。え、やりすぎだと思う。やばい、本当にモテないよね、うちらって。本当にマジで思いつきもしない。一文字も思いつかない。なんか嘘でも思いつかない。本当にデートの時だよね。気使えるね。お互いもうシミュレーションしないとダメだ、ちゃんと。気使えるね。あ、そう。それはうざい。嘘、嬉しいとか。あ、まあ普通、まあでも。嘘、嬉しい。分かった。何？逆に。え、初めて言われたと。え、そこで初めてはさ、逆にそこに気づくよね。あ、なるほどね。それありじゃない。なんかこう気使えるねって言って、そこに気づくカズマくんがすごい。うん、そう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 、って言うの。そうそう、めっちゃいいわそれ。じゃない、それめちゃめちゃいい。めっちゃいい、それ正解すぎ。正解だよね。正解すぎ。でも多分モテない人たち同士が言ってるか正解か分かんないけど、それはすごくいいと思うね。うん、うちらのこの社内ではこれが答えだと。答えになりました。はい、おめでとうございます。はい、何も言わないでください。沖縄の人のイントネーションが好きなんだよね。本当に聞き取れないんだけど。私もさ、さっきのレンタカーのさ、案内してくれた人、一言分かんなかったんだよね。ね、トアでも分かんないんだ。うん、分かんなかった。トアでもって、うち沖縄出身とかじゃねえし。いや、でもなんかさ、岐阜だからさ、あーね、まあ一応訛りとかあるわけじゃん。沖縄の人の訛りって優しく聞こえるの。確かにね、なんか可愛いよね。うん、だから好き。え、てかさ、うん、青い夏見た。はい、全部見終わりました。ありがとうございます。語りましょう、今日の夜。はい、やばいです。絶対にね、やばいっしょ、マジで。正直やばい。正直やばいよね。わかる。めっちゃ語ろうね。めっちゃ語ろう。 ありえないぐらい語る。マジでありえない。嬉しい。プールいっぱい入ろう。うわ、わかります。ということで、ちょっともうあと4分で着くんで、高級ビラをお楽しみに。お楽しみに。はい、ということで宿に着きました。やばいね。やばい、見て絶対まず見せたい。やばくない？やばい。これはこんな感じ。なんか本当に今までさ、結構さ、すっごい広くてさ、うん、なんかもうあっちこっちあっちこっち行ってみたいな、うん、大変だったじゃん、うん、このぐらいシンプルなのいい。わかる。なんかミニマリストの超豪華宿って感じね。で、見て、ウェルカム。やばい、これが。やばい、やばい、さっき痛めなかったよ。なんか真顔で、空港で、うちさ、生理前だからさ、めっちゃ小麦食べたくなるんだよね。うち、そういうタイプやねんな。あんまり生理前で小麦食べたくなるってあんま聞かないけどねって言ったら、うちそういうタイプ。うちそういうタイプ。そういうタイプじゃねえ。せーの、さん、はい、いただきまーす。幸せ。やばくない？しかもこのサーバーなぎ、中に生クリームが入ってるのって。中に入ってんの？生地に練り込まれてる。あ、そういうこと？うん、それでもやばいけど。それでもやばい。え、サーバーアンダーギーから言っていい？え、でもさ、絶対フルーツから食べた方がいいよ。なんで？え、だって、あ、こっちの方が多分甘いから、ご自由にいいけど。うん。うん。いいか。やばい、丸い。丸い。かかか。せーの、いただきます。ん？うまっ。え、何この背中。うまっ。味濃い。沖縄のやつなのかな。じゃんじゃん。うまっ。あがまめ。え、メロン絶対やばい。メロンやばい、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 メロンやばい。なんか
遅延したことを帳消しになるぐらい。そうがさ、まず宿入ったら係の人がいたのにふっても鳴らしてこれ間違えた真顔で、これ間違えた、マジで無意識にやっちゃったの。なに、笑った気づいてないよ、しかも店員さん来るよマジで、じゃあ本当に店員さんのことももちろん分かってるよ、うん、人がいる環境ってのは知ってるんだけどこっちがびっくり、こっちがマジ対外的に無意識で、なんかブリッ出ちゃってあ、お前で、その後になんかハイビスカスのお茶みたいな水らしいんだけど、何のハイビスカス、ハイビスカスやばいとか言ってやばい、行くの、もうメロングサグサ言っちゃった。一旦じゃあサーターアンドギーティー、うわ、待って、あったかいかもそれはあったかいじゃん、いただきていただきていいライン、綺麗です。やばい、やばい、やばい、うん、まー。じゃあメロディでいきます。今までで一番うまい、マジで。え、なにこれ、え、ルームサービスなんじゃん、メロンやばい、やばい、食べていいですか、うん、ね、一点マジやばいよ、本当だ、あったかいかもって感じ、うん、いただきまーす。うまいよ、え、なんかうまっ、衣と何このサクサク感、ね、聞こえますか、やばくない、ちょっとこの後だとあんま甘さ感じないかも、メロンこれやばいって、しかもすごいのがルームサービスのフードも全部無料、朝食と夕食つけてるから無料なの、やばくない、やばい、インスタントのにあるないわ、さすがにね、宮古焼きそばとかあるよ、え、塩もソースも 100% のオレンジジュースもあるし、グレープフルーツジュースも、ガーバー、ガーバーもある、で、マンゴーもある、やばー、メイクしよう、メイクしよう、ということで、もう目の前のプールがあるので、まあ、うちらには青い夏モチベがすごいので、はい、青い夏したいと思います。はい、ということで、メイクアップタイム、メイクアップタイム、and 青い夏感想会、やばいよマジで、トウワとずっともう、でも絶対見てないと思った、トウワからさ、あんまりなんか言われなかったから、忘れてた普通に、は、忘れんなし、え、どうだった、やばい、マジでやばい、で、結果もやばいじゃん、結果もやばい、え、どっち派、トウワ、いや、うちね、シーズン1は、うん、絶対にコンラット、わかります、え、コンラットってコンラットお兄ちゃん、お兄ちゃんだったの、わ、うん、かる、まずしかも顔的にもコンラットが好きだったの私、うん、でもシーズン2のジェレマイヤがイケメンすぎて、分かる、え、え、そのさ、間に何があったのってぐらい垢抜けたやん垢抜けた、マジで、髪型かな、何なんだろう、体とかもじゃない、え、そう、本当にあのジェレマイヤの体つきが大好きなの、分かる、何あれ、しかも2025シーズン3やるらしい、マジで、そうだよ、しかもあれアメリカのボストンとかそこら辺の話なのね、うん、めっちゃ行きたくなったもんね、マジであれやばい、あそこ聖地巡りしたいと思って、分かる、ね、やばいよね、なんかさ、結局、不器用な男の人って、わかる、なんか、ね、あ、気持ちってやっぱ伝わらないよなって思った、わ、うん、かる、わかる、え、感想としては、まずいいよ、言いたいこと全部言って、言いたいこと全部言っていい、うん、でも、やっぱ、一途に思い続けるって大事だし、思われたい、私もそれはね、うん、普通にね、いやでも本当にうち結構シーズン2のジェレマイアが大好きなんだよな、本当にヤバいよね、何あの青い目、わかる、エグすぎ、あんなので見つめられてごらん、え、でもワンは絶対さ、コンラットだね、じゃない、コンラットは絶対通る道って感じ、うん、絶対道、うん、BGM のさ、そうそうそう、テイラーとかが流れたりとか、もう音楽がまず最高なので、ホームパーティーしたいんだよ、わかる、マジ日本にも欲しかった、わかる、ああいう文化マジで欲しいね、あのドラマさ、すごいさ、行事ごとみたいなの多いじゃん、うん、そのなんかドレス着てとか、うん、ああいうのって本当にあるじゃん、海外って、すごいよね、すごい、羨ましい、羨ましいよね、だってさ、ああいうのがあるとさ、長く付き合ってる彼氏とかいたとしてもさ、うん、ドレス着てとかさ、うん、お互いさ、ときめくじゃん、そう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 、そういうのっていいよね、いいな、海外の文化、本当にこれさ、一言に表しづらくない、表しづらい、なんかいろんな、いろんな感情があるやん、うん、だってまずイケメンとか、うん、かわいいとか、海最高とか、うん、もういろいろあるやん、でもベリーの気持ちもわかる、わかる、めっちゃわかるよ、もうだったらどっちにも行きたいもん、正直、その自分がいることによって兄弟のさ、なんか仲を裂いちゃう、うん、うんうん、ってなんか思っちゃう気持ちもわかるの、うん、なんでわかんないし、やっぱうちとベリーやん
あれマジでみんなもう今、遅くないからまだマジで遅くない遅くない本当に遅くない。しかも秒で見られる見れちゃうから。え、マジ秒で見れる。なんか正直最初はなんかちょっと長めかもと思ったの。そうそうなのけど、ノー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 、だし、あーありきたりな話ね、みたいな、思うじゃん、でも全然ノー、全然。ちなみに言うと気持ちをすごい左右される。いや、あれはかっこいいわ。今ちょうどシーズン3の撮影中。そう、撮影中なの。お願い参加させて。わかる。ぜひとも。インスタとか飛んだ？うわ、飛んでないわ。え、マジで気持ち足りてないね。足りてないね、さすがに。さすがに足りてないわ、それは。すぐ飛んだよ。え、かっこよかったわ。マジでかっこいい。とにかく弟がかっこいい。え、何歳なの、リアル。何歳なんだろう、調べてない、それは。気持ち足りてなかった。足りてないね。映画の中の世界の関係性っていうのが、ちょうど去年のうちらにリンクしたの。なんか全然違うんだけど、あの兄弟とかの3人じゃなくて、その周りの世界観っていうか、遊び方とか。確かにね。どっち行くんだろう。現実的に沼っちゃうのは絶対お兄ちゃん。そうだよね。だってあの人がちょっとでも優しくしてくれたりとかさ、本当に好きなんだよねとか、実はマジでずっと前から好きでって言われたら行っちゃう気がする。わかる、めっちゃわかる。正直わかる、めっちゃわかる。わかるけど、絶対彼氏にしたいのは弟だけど。え、マジ究極の二択じゃない。マジ究極すぎ、あれ。しかもどっちもあんなイケメンでどうすればいいの。なんかお兄ちゃんが笑ってくれるだけで嬉しいじゃん。そうなの、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 そうなの。それが罠だよね。クールだからさ、似合ってるね、よく可愛いねとか言ってくれるだけでさ。え、そうなの、本当にそうなの。絶対に普段から言ってくれる人の方がいいに決まってるんだけど。けどやっぱギャップなんだよね、そこって。そうだし、重みが違うっていうか、その人から言われた言葉の一つが。いやー、きつい。あの二人から好きになられたらもうどうしようって感じ。本当に悩むよね。え、どうしようかな。どうしようかな。どっちにしよう。昔のうちだったら絶対お兄ちゃん言ってんだよ。絶対お兄ちゃんだね。え、顔のタイプはどっち。いや、シーズン1だけ見てたらお兄ちゃんなの、でも2のあの勢いのつけ方が弟のね、結構私的にグッときちゃったから、まあ、両方。ちなみには、ずる。正直言うと、いやば、顔だけで言ったらお兄ちゃん。あ、お兄ちゃんなんだ。お兄ちゃんの方が好きかも。いや、うち、それで言ったらじゃあうち弟かな。こんなに追い上げてきたってことは。本当に好きだったらどんなことがあってもさ、でも顔はやっぱりこっちってなるじゃん。でもそれで仕上がってさ、心が動いたってことは、心動いちゃったから気持ちされてないよね、お兄ちゃん。私、弟みたいな人がやっぱいい。まあそれはそう。マジであれ見ると恋愛したくなったな。分かる。マジ恋愛モチベになるよね。あれガチマナだよね。マジではな、あんなのないに決まってんのにさ。そう、分かってんだよ。分かってんだよ。分かってんだけど。見に行っちゃうよね。なんかあのドラマが良すぎて、他のネットリックス今行けてないんだよね。え、うちあのドラマが良すぎて、他の似たタグーのやつめっちゃ探してるよ。え、そう。え、だけどやっぱね、しっくり来ないんだよね、全部。来ない。いろいろあやも手出してんだけど、あやももう、え、やっぱこういう系ってやっぱ面白いってなって、漁りまくったのね。ないよね。ない、超えない、正直。ベリーのお兄ちゃんも普通に決めてる。え、そうなの。ね、そうなの。うち最初ベリーのお兄ちゃんをかっこいいと思ったの。わかるわかる。 DM できたんだけど、日本とハーフみたいな。うん、日本っぽい顔してるもん。ね、ハーフなんだ。なんかさ、普通にさ、現実でさ、あんなとすっぴんでさ、プールから出てさ、あんな仕上がりなんないじゃん。なんない、マジで。でもさ、憧れてやりたくなっちゃうよね。わかる。しかもさ、何がいいってさ、髪の毛濡れたままとかでじゃあ行こうってなるじゃん。そしたらボッサボサのさ、もうさ。え、わかる。なんかさ、もううち こんなのよ、面積3人分自分含めて、隣じゃない、ね、なるのに、もうなんか、え、なんか綺麗にさ、乾いてさ、ただのなんかちょっとウェットな髪の毛。 そっからまだ違うよね。え、わかる、あれなんだ。わかる。でもやりてーと思ったんだけど、髪の毛乾かさないなんて本当一番終わると思って。いろいろ現実的じゃなさすぎて、なえる。ああいう関係性いいよね、幼馴染みたいな。マジでいい。いる？そういう人。家族ぐるみで仲良くてみたいな。いなくはないけど、全く会ってない。え、いる？いない。友達のお兄ちゃんとも仲いいとかはあるけど、うん、そんななんか恋愛とかで見たことない。そう、友達と顔似すぎて。リアルにああいうさ、残っているのかな。いるんじゃない。超羨ましいんだけど。私たちの過ちっていうドラマもあって、ドラマ、映画なんだけど、それも似たような話なんだけど、とにかくエロい。キュンキュンっていうよりかはエロみたいな。確かにエロ要素ないもん。エロ要素ない。ということで、ちょっと人泳ぎしてきます。はい。あー、気持ちいい。温泉でしょ。温泉、マジ温泉同好会。同好会っていう気持ち。温泉同好会です。イエーイ、メインボー。いや、びっくりした。何？何？
びっくりした。違うこれ、あの壁タッチして、壁タッチじゃできるねって言おうとしたら、うん、あそこからめっちゃ水出てる勢いで圧が来て、うん、バカでかいなんか虫が来た。それと同時にこのブラヒモがハプニングすぎ。マジハプニング。なんかさ、マジでさ何も恋愛とかしてない子話すことないよね。そうなんだよね。どうする？だからやめてほしい、これさ、いちいち水圧でさ、へこむ。どういうこと？うち結構今空気で頑張ってるね。で、今日これなんか、わかる？この空気の力でってさ、なんか膨らみがなくなる。大切なのに。あ、ちょっと雲なくなってきた。絶対これ電気消したらやばいね。やばい、始まる電気。お父さん用これ。なんか毎回この宿、大きめと小さめで男女みたいな。そうそう、なんかそういう、なんかなんか例えばサンダルがあって、それも男の人用、もうめっちゃでかい用と女性用とか。でもなんかぴったりなのが悔しい悔しい気持ちもあったりするんですけど。しかもさ、ここさ、めっちゃ LGBTQ に。私、そういうこと？うん、東亜のために。確かに、これうちがオーナーと言っても過言ではない。過言だろ。過言すぎ。過言すぎ。でもなんかマジで数時間じゃん。うん、だからまだ宮古感ない。わかる。てか宮古っていつもめっちゃ綺麗な海見てさ、あー宮古ってなるよね。うん、とか、うん、なんかうちがやっぱり一番沖縄を感じたのが、うん、一番最初に行った沖縄、うん。外でバーベキューしたじゃん。うん、そういうのがやっぱ感じる。確かにね。沖縄を。今度の沖縄さ、一、うん、回目に行った宿もう一回泊まってる見るとかする。別に興味はない。興味はないんだ。しかも多分今回は沖縄から宮古に来てるからもあると思う、うん、あーそうだね。う、確かに沖縄で一回ちょっと味わっちゃったもんね。ちょっと味わっちゃったから。確かに昨日本当に楽しかったね。昨日の話しよう。昨日はベロッベロに酔っ払って。そう、本当にベロベロに酔っ払ってやばかったよね。しかもなんかアリシャンさんとサオリンとうちらで4人で飲んでたんだけど、うん、私がまずそのファスティングとかもしてて、うん、本当に久々の酒だったの、うん、ちなみにあやもね、うん、じゃあみんなで飲もうってなって、意味わかんない飲みしようよみたいな、地元を感じれるようなね、感じれるとこ行こうみたいになって、傘を立てて離して、うん、折れた方に行くみたいな、うん、そうそう、っていうのプライベートでね。そう、プライベートは本当カメラなしね、うん、でたどり着いたそのバーみたいなところがあって、そこが超良かったんだよね。マジよく、何あれ、もう超良くて、何がいいかって本当にまず地元の人しかいなくて、お客さんも3人4人ぐらい、うん、でなんかママみたいなのがいて、うん、演奏してくれる人もいて、うん、最初4人でまあ乾杯して、スナックだね、多分スナックだね、うん、そうそうそう、歌ってくれてね、灘草草とか、シマンチュとか、シマンチュとか歌ってくれて、こう三味線ね、うん、弾いてね、でなんかあなたたちも歌えなみたいな言って、うん、みんなで舞台立って歌って、うん、でそっから知り合いが10人ぐらい来たんだよ。みんなを呼んだん、うん、友達を、マジここいいからみたいになって、うん、大勢で飲んで、うん、でみんなで泡盛を飲んだんだけど、うん、初めて飲んだんだけど、私もでマジ飲んでた。でしかもまずそこは何がいいかって、ほんと60代70代の方ばっかりなの、うん、で私そういう人と飲むのが初めてで、うんうん、その年上の人と、うん、超楽しいし、もう何でもニャーみたいな感じにやってくれて、うん、で超話しかけてくれるし、うん、もう超楽しくて、うん、そのみんなが来たタイミングでちょっともう夏だしギア入れようみたいな感じになって、うん、そこのお店が2時までだったの、うん、だからもう早く飲もうって言って頼んだ泡盛あるんだけど、3本あげたよ、3本。え、やばいよね。やばいよ。しかもあんたがやばくて、うん、過去一飲んでるとこ見たし、うん、めっちゃ飲んだ。めっちゃ行ったよね。めっちゃ飲んだ。マジ MVP ね、うん、マジで一番飲んだ。東京で飲む時とかはさ、もう帰るとか言ってさ帰ってたけど、帰れないじゃん。そう、帰れない。そう、帰れない。そう、いつも秒で帰るもんね、うん、すぐ酔っ払って。そう、超飲んでて、マジで飲んだの。びっくりした。そう、でめっちゃ飲ん で、うん、でその後クラブ行って、もう前はあんまりそこの記憶があんまないんだけど、クラブはね特に何もしないよね。あ、ショーラがシャンパン飲んだのか。そう、私シャンパン結構飲んでなんか会話やだ。なんか会話すごいやだ。私結構シャンパンめっちゃやだ。ちょっと待って、やめようやめようやめようめっちゃ今自分で言ってなんかめっちゃ嫌になった。はバカ言ってる。でもあ、本当に一応これ分かってる。あとシャンパン飲みやすいんだよね。それやばいね。これ何なんだろう。初めて聞いた、そんな人。アルコール感がないじゃん、分かる。これ炭酸でさ紛れてショット感がないの。あー、まあ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 、私それがすごい飲みやすくて、ま、追い込み系ではないもんね、うん、だからそのシャンパン飲みやす
あんまり言いたくないけどね、大きな声では あんまり大きな声で本当に言いたくないけど、でもなんか今日朝さ、私シャンパンの方が好き、飲みやすかったんだよ。そうなの、泡盛よりとか言ってて、泡盛が私ね、ダメなんだ。でも分かる、お父さんの口の匂いだとかさお父さんがめっちゃお酒飲んだ時の匂いで、うん、もう飲みすぎてずっと口の中がお父さんのお酒の匂い、ほんと酒臭かったあ、おしみ、あーまた戻ってきてるわ大丈夫？マジでさ、ちょ、誰かなんか誰かいる？マジ誰か、なんか一本針みたいなのがずっと回ってる感じする。え？なんかで、それが引っかかって、え？何これ？水とか飲んだら、飲んだの、飲んだけど、うーん身近の水ちゃん、うち本当に、でもね、知ってる？日常的に鏡見る人の方がなんとかなんとかっていう話があるの。そこが一番気になるからしかもそれ結構いいことだった。あ、いいことなんだ。最近のテレビでやってた鏡見、カズレーザーと学ぶ、あ、それめっちゃ好きなんだけど、それでやってた、それで。しかもあれさ、やる時間もよくない？いい、なんかちょうど、絶妙になんか終わった、お風呂溜めてる時とか。あ、そうそう、めっちゃわかる。なんだよね、めっちゃわかる。それカズレーザー、私も学んでるマジで仲間ちゃんやとカズレーザーが学ぶって感じ、うん、カズレーザーって思った。カズレーザーやめてカズレーザーやめて、絶対好き、動くの早くない？あー、面白い、うん、面白い。あ、間違えた適当人話適当に聞きすぎだろ、うん、え、好きなテレビ何？定期的にやり抜く。あー、よいしょやっぱさ、なんかピンクとかたまに出るからさ、それでほら、これピンクの時それ出てるもんそういう仕組みにしよう。しかもなんでうちがあんまり後ろ行かないか分かる？何、一応の顔が見ない、こういうてなっちゃうからスカートないからうちの今日の水着2枚構造で、本当にキワキワの T とその上からスカートなのね。ちょっと見せて。これ普通にこうやって泳いでるとまずでしょ。だからあんまり、うん、もうなんか大変かなと思って、うん、あんまり後ろの方に行かないように、うん、面白い。結構気使ってんねんで何のテレビが好き？あ、でもそれこそ上田と女に酔える夜みたいな。もうバラバラ吠える夜か、うん、とかトークイーンズとか、うん、あ、見ちゃう。見るし、イッテ Q も見るし、見る。月曜かよく知ってる。あ、そう、あれね、お風呂ちょっと中断でか、ちょっと伸ばしてまで見ちゃう。分かる。もうちょい9時からとかにしてほしい、うん、全然。でもゴールデンになったらなったらさ、うん、もっと規制が厳しくなるんじゃない？知らんけどめっちゃ適当マジで知らんけど。うちニュースエブリー見るの。てかうち絶対ニュースエブリーついてん。ニュース絶対見る。あ、エブリーじゃなくてあのニュースゼロ。あ、ゼロ見る見る見る。で、最近さ変わったやん、そのアナウンサーが。あ、そうなんだ。なんかもともとニュースゼロ夕方の時間帯にやってた人が藤井さんだっけな、あー、うん、がその夜に移行したんだけど、あれってさ12時までじゃん、うん、今まではそれでお休みなさいみたいな感じで終わってたかもしれないんだけど、あんまり覚えてないんだけど、うん、そのニュースキャスターが変わってから、うん、お休みになる人はお休みなさいってなったの。あ、それなんかさ、ツイッターで回ってきた。あ、そうなの？ X で、うん、でそれうち、うわ、すごいなと思って、うん、その藤井さん、ね、これでマジ名前違ったら本当に申し訳ないんだけど、今は藤井さんにしとこう、うん、藤井さんその気づく、多分あの人がさ、うん、提案したんじゃ、うん、知らんけど、うんうん、もう全部知らない全部、もう藤井さんがいいようになるようにだからなんか、うわ、提案したんだと思ったらすごいなと思って。素敵だよね。あ、もうそれ聞いた時思った。うわ、すごいと思って。だって夜勤の人とかもさ、そう、とかこれから仕事の人とかさ、うん、思った、それすごい。確かに、だってうちも今まで藤井さんになる前は、うん、結構突っ込んでたの、うん、今からフライるし結構突っ込んでたのね今からまだ仕事あるしとか結構テレビに突っ込んでたんだけど、うん、確かにと思って、うん、ブラボー出た。マジブラボーすぎ、スタンディングオベーションしたトーって独り言言うの？天がいない時言わない。あ、言わないんだ。 あんた言うんだっけ？あ、言わない。あれ、誰か言う？独り言マジで言わないや。独り言は言わないな。なんかさ、でもさ、独り言言わないけどさ、声に出す時とかってあんじゃん。例えばなんていうの、あっつとかさ、まあ言うわけじゃん、風呂終わりとか、うん、なんかそういうさ、なんかこれだけは声に出して言っちゃうんだよねみたいなことある？うち時間ない時、うん、家で朝バタバタするんじゃん絶対にずっとやばいやばいってさで、しかも私時間がない時の歩き方って絶対こうやってやってやるじゃん。これ普通になんかネタだと思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、本当に語弊で、これ結構ガチリアル。家とかでも一人でやばいやばいやばいやってるイメージ。やるじゃん普通に、うんうん、旅行とか来ても、うん、これ本当に速くなると思っとって、うん、まずやばいやばいということで足回転速くなるし、うん、それ陸上もやっ、これでなんかこうやってなんかいっぱい進んどる気持ちになってやばいやばいは結構言う。なるほどね。やばいやばい。え、あれはしない？夜さ、お風呂
入ってる、半身浴してる時に MV ごっこしない？ MV ごっこ、うん、何それ？しない？エナビもするらしくて、うん、自分以外に初めてする人に会ったんやけど、うん、例えば音楽聴きながらさ、うん、半身浴してんじゃん、うん、でその時に例えば、うん、The Twice の What is Love が流れてたら、うん、もう顔だけ MV ごっこ、愛とはどんなものか知りたくて愛とはどんなものか、やんない？やんない。マジでちっちゃい頃からめっちゃ読んでるんだよとか、なんかこの曲は1カメ、2カメ、3カメっていう設定に自分で決めて、なんかこれ愛とはどんなものか知りたくとかめっちゃやる。マジで、うん、それこそ TWICE とかだったら、その日によって今日サナになってみようと思って、うん、サナの パートの時だけなんかこの MV こうやってなんかこうやったり。マジめっちゃする。すごいじゃん。やばいかな。多いんじゃないそういう人。え、多い？純平とかもそういうことするって言ってた気がする。え、やば純平純平はやばい。なんかそういうのじゃないけど、うん、純平はもうお風呂で泣くのが好きなんだって。え、めっちゃわかる。だからなんかめっちゃ泣いたりとか。え、めっちゃわかる純平でも純平はそのお風呂の中で鼻水を垂らしたまんま泣くのが好きなんだ。もうマジわかんない。で、あの水がこう回転したりするじゃん。それを見るのが好きなんだ。ガチキモくない？ガチキモね。それを垂らしっぱで過ごすっていうのがお風呂でしかできないから、それが好きみたいなのをやるって言ってた。こんな人初めてじゃない？やめた方がいいよだよね。でもお風呂で泣くのめっちゃわかるな。マジで？涙活。え、でも笑顔の練習するかも。あー、なんかあやんのお風呂ってこう鏡なの？はい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 。え、そういう鏡？うちね、うち違う。あ、こう？うん。だからこうなったのね。引っ越してからこうなって、うんうん、お風呂に入ってる時も自分の顔が見えるようになったの、うんうんうん、で、そういう時にパッて向いてで、笑顔の練習する、うん、うちそれお風呂入る前の全裸でやるから。ポージング練習しない？あのね、鏡がこれになってからね、あんま体 見なくなった。見るものがなくなったもん。見るものがなくなったどういうこと？全身見れないじゃん。うちも見えないよ。え、何どこでするの？だから洗面所の見えないけど、まあ、ここくらいまでは見えるじゃん、うん、だからこうなんか基本さ、上半身の動きのが多いやん、うんうん、だからなんかこうやってなってこうなってマジで？え、めっちゃ、やんない？やんない？うち、なんなら3日に1回をやる。どうしたら綺麗に見えるか、だからどうしたらここが乳突筋がどう綺麗に出るかとか、うん、あ、こうしたでもこうやったら漏れないかな、こっちの方が漏れるかとか。鏡大好きだもんね、とは。大好き、もう自分見るの大好き怖い今今怖かった。いや、だってトーって本当に鏡見るもんね。トーより鏡見る人あんま見たことない。え、すぐ見るね。本当やばいよね。常に自分の顔を見る。いい意味でも悪い意味でもね。いい意味だよ。いい意味だよね。いい意味だよ。いい意味、いい意味、いいことだと思う。そうだよね。すごい。結構うちの鏡は体が漏れるの。あげた時結構いい感じなのよ、最近。なんか、あ、なんか腕長く見えると思って、なんか、あ、なんか、あ、こうすればこうねみたいになるんだけど、実際それで撮ってもらうともうありえないぐらい短いの。ね、カメラとかってさ、めっちゃ短くなったりするよね。腕ほんとに短い。うちやばいの。え、でも長くなった方じゃん。もう昔もっと短くなかった。昔もっとやばかったよね。昔やばかった。また見てる、また見てる。そう、だから私こうやって撮影中にモニターなのダメなの。あ、じゃあやめよう。ずっと見ちゃうの、これを。ね、あ、見れないしょぼーん。すぐ自信なくす。あ、しょぼーぼーん。沖縄ってさ、いつもさ、本当にチルしに来るじゃん、うん、素敵な笑顔を届けたって感じ、うん、そのいつもはなんか、あ、そうだ、なんかみたいな化け物みたいな笑顔だけど、うん、なんならアンチまで来る笑顔、うん、笑顔なんだけど、うん、今回はなんか可愛らしい笑顔を届けられたんじゃないかなと思うので、はい、ぜひあの明日は東亜チャンネルの方コラボさせていただくのでよろしくお願いします。コラボレーションです。はい、久々ですね、コラボ。そうですね、いつぶりです？いつぶりですかね。でもさ、超話変わるけどさ、うん、ヤモリの。え、ヤモリなの？うん、こっち系。うちらが初コラボした時のやつが TikTok がなんか流れてきたのかな、うん、やばくない？やばい、なんかすごい2人とも頑張ってる。え、めっちゃ頑張ってんの、うん、しか、東亜が可愛い。え、めっちゃ年上の人と絡んでるって感じ。ちょっと人見知りっていうか、なんかちょっと、なんかちゃんと立ててるよね、うん、なんかちゃんと気使ってるよねなんか戻りたい。めっちゃ可愛い、あのトーは。本当に岐阜から出てきた。あ、そう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 。え、だって初コラボの時うちまだ上京してないから。そうだよね、岐阜住んでたもんね、うん、足臭かった時ね。そう、足臭やばかった時で、髪の毛なんかベッドベタで汗だくで来た時ね。そう、鮮明に覚えてる。トーが来た瞬間、マジでガチャから入ってきた時から、こんなバッツい厚底履いてきて
お邪魔しますとか言って、やばいとか言って、やっと会えたずっと見てましたとか言って。懐かしいね。しかもゲップチャレンジとかしてるね。やった。あとはね、なんか恥ずかしくなってきた。ゲップチャレンジしてるんだよ。やめよ。いやもう長らくしてない。お前はしてるけど。うち隠してる。一応でしょ。効果音で。懐かしいね。やっぱ大人になるよ、うちらは。マジで大人になったよね。だって4年前。そう、18歳、19、20、21。もう4年の中ってこと？やばいね。やばい。長いね。長いよ。え、まだ3年、2、3年だと思った。そう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 。まだまだ、うん、まあ、正直会ったばっかだねとか思ってたけど、うん、4年ってなってくると結構。もう4年、うん、結構だよ。だって4年の中の1年間結構さ、うん、結構濃すぎるから、濃すぎるじゃん。ほぼ倍で、ほぼ8年ぐらいね、うん、そりゃ大人になるか。なるよ。だってもう、だって18歳だったんだよ。そうだよ。で20歳でしょ、うん、それがさ20歳成り立てとか22と24だよ。えぐ、そりゃ大人になるよ。きっつ。そりゃいろんなこと経験していろんなこと学んで、トーマが大人になったね、本当に。マジで。なんか染まったね、東京に。可愛くなったし。分かる。何も知らなかったもんね。うん。なんか YouTube ってどうやってやるんですかみたいな、めっちゃ質問されたもん。うわ、めっちゃ懐かしい。ね。やばいね。めっちゃなんかこういうのとかってどうすればいいですかみたいな。家とかってどこら辺がいいんですかみたいな。わ、聞いた。それめっちゃ聞いた。そう、何でも聞いてきた。可愛かったな。全部聞かれたよね。編集とかってどうしてます、うん、とか。だってマジで何も知らなかったもん。そうだよね。 YouTube もあれだってチャンネル個人なかった。なかったなかった。そりゃ何もわかんないよね。やばいね。大人になったよ。あやが育てたみたいなもんですよ。ん本当にこの子は。それも流れてくるし、うん、うちらが初めて一緒に歩いた TGC と、うん、最近 の、 あの熊本の2人で歩いたやつの比較動画とかも流れてくる。え、マジで大人になった。え、まず顔がもう2人とも全然違う。え、本当に初めてってさ、何あの、ね、あれ白い衣装の時、その前にシーンかなんかの、うん、あ、こういうやつだ。う、あのうちがモコつき事件でヒールでつまずいたり、うん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 、あれが初めてだ。それを見るともう成長がすごくて。マジで。あの熊本のやつを見ると、うん、うちら頑張った。頑張った。マジ努力の結晶。マジで、うん、あやたちってさ結構さ努力がさ目に見えるじゃん、うん、写真とかでもそうだし、うん、ランウェイとかでもそうだし、うん、努力しがいあるよね。もっと頑張ろうって思えるよね、うん、まだまだ、うん、満足はしていません、うん、まだまだ未完成です私たち、はい、ということで、はい、明日も楽しみたいと思います。チルですね、うん、やっぱ沖縄。今からもう音楽をかけて星を見ます。星を眺めるか。あ、雲なくなったんだ。ほら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 、今です今です。じゃあねー、バイバーイ。んーわ、うんうん、あー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